今年で16回目になります。堺東イルミネーション2015スペップでは今年で2回目の散策になるんですけども、今年も素敵なイルミネーションをたくさん撮りに行きたいと思います。それでは早速行ってきます。堺銀座通りあたりからイルミネーションがずっと続いています。駅前広場ペデストリアンデッキです。ここはバスターミナルになっています。南海の堺東駅で高島屋が入っています。堺市役所の向かいにあるジョルノビルは北側と西側の壁面がライトアップされています。市役所前にある市民広場です。市民広場にあるこのシンボルツリーであるメタセコイアの木なんですけども、今年は、去年よりパワーアップしまして3本になりました。綺麗にライトアップされています。これが21階展望ロビーのある堺市役所です。こちらは電話ボックスです形が皆さんスペップを見てる方は見たことあると思うんですけども、旧堺灯台の形をしております。そしてここの上にも、ライトアップされています。ここが大正寺筋です。後ろの方までずっとイルミネーションが続いています。この辺りからはブルーにライトアップされています。ここには知恵地蔵様がいてます。秋も賢くなれるようにご縁でお祈りお賽銭したいと思います。賢くなれますように。はい、なれました。河原町公園西側の壁面です。堺駅に向かって大正寺イルミネーションが続いています。今年の堺東イルミネーションはいかがでしたか？冬はイルミネーションを見ないと始まらないということで、皆さんぜひぜひこの堺東駅までイルミネーションを見に来てください。期間なんですけども1月15日までこのイルミネーションを見ることができます。そして、点灯時間なんですけども5時から11時30分までの間になりますので、皆さん楽しんでくださいね。ありがとうございます。